日本初の原子力潜水艦に核ミサイルを搭載し反乱逃亡する男海江田次郎を演じました大沢たかおさんです。えー、大沢たかおです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて政府の陰謀疑いがしがる報道ニュースキャスター一屋博美を演じられました上戸彩さんです。上戸彩です。よろしくお願いいたします。 続きまして、大和の副長、貝枝の右腕、山中英二を演じられました。中村葵さんです。中村葵です。よろしくお願いします。続きまして、大和のソナーマン、溝口拓夫を演じられました。前原孝さんです。前原孝です。よろしくお願いします。続いて、 内閣総理大臣竹上敏夫を演じられました笹野隆さんです笹野でございますよろしくお願いいたします続いて防衛大臣曽根崎仁美を演じられました夏川由依さんです夏川由依ですよろしくお願いします そして最後に海原渡る内閣官房長官です海原渡を演じられました江口洋介さんですどうも江口です今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ今日はこちら豪華メンバーの皆さんでお届けしてまいりますがどうぞ広報のツールの皆様おかけいただいてお話を進めていきたいと思いますお願いいたしますマスコミの皆様にご案内ですここからのフラッシュ撮影は一旦お休みでお願いいたします さあということで本日のイベントの開始がですねドラマシリーズ「沈黙の艦隊、まあ」ついに東京湾が舞台となりますので上戸さん、大丈夫ですかす椅子がね調子が悪かったということで東京湾が舞台になるということですので迫力ある潜水艦バトルが繰り広げられるのがまさに東京湾ということになります今日のイベントは開始がその東京湾からド派手に皆さんご登場いただいたんですが大沢さん あの本当に最初企画を聞いた時はやめた方がいいんじゃないかなと思ったんですけどもさすがにマスコミの皆さん来ないんじゃないかっていうのがまず一つ心配でですねヒヤヒヤしながら船に乗ってたんですけどおかげさまで今日は集まっていただいてすごく嬉しく思いますあの本当にこの物語見ていただくと分かるんですけどあのこの東京湾を舞台にしたもう大海戦が繰り広げられるもうこう今までかつて見たことのない 映画でもドラマでもないすごく激しい作品になってますんであのちょうどいいご挨拶ができたかなというふうに思っておりますんで本日あの改めてね今日来ていただいてありがとうございますありがとうございます上戸さんはこの東京湾から船でご登場というのはいかがでしたあのそうですねこの東京湾の海の下の中で戦いが行われていたんだと思うとなんかね感慨深いものがあって大沢さんは 撮影どうでしたって言ったら本当は東京湾の中にはいなくて俺、スタジオだからって言われてあそうだったと思いながらでも、今日は日が出ていたのであったかかったしあそこに立つとこんなにこうビル群ですとか、うん、こう人々が生活しているところの近くで起きていたそ,<う>その舞台になっているというのは驚きますよね。はい、はいはい さあそして、えー、本作日本の劇場版映画を皆さんご存知の通り制作しましてその後ドラマシリーズとして全世界に配信するという新たな取り組みというプロジェクトになります。えー、昨年大ヒットトしたた映画ののスーーリーと、まあ、その鈴木を描いた 8話完全ドラマシリーズとして今後配信明日からですねされるということになるんですが大沢さんはプロデューサーとしてもご参加されておりますけれども今のお気持ち手応えをぜひ教えてください、えー、そうですね、あの本当にあの昨年11月、えー、10月映画で公開してましておかげさまですごくヒットすることができてあのそしてさらにそのドラマ版ということであ,のあれがあの映画が序章とするなら。 このドラマがおそらく第一章とといいう位置づけになると思います映画見てない方にも見てる方にもえとっても面白い1話からのドラマになると思うんで本当にこのためにこの数年間我々みんなで頑張ってきたんでもう今はねちょっとこう嬉しいというよりもちょっと不安とか恐怖とかもちろん日本だけじゃなくてあの世界の人がこういう30年前の沈黙の艦隊というそして今にもつながるこう社会問題とか世界の情勢の問題を こう正真正面から捉えた作品なんでどういうふうにみんな見るのかヨーロッパの人アメリカの人もちろんアジアの人はどういうふうに見るのかそういうものをこうすごくこう全く未知の世界に我々こう踏み込んできたんであのすごく楽しみでもありもう今ドキドキ。 しししてている状態ででありまますすすのですごく楽しみにはしてますけど、はい、240以上の国や地域でご覧いただける作品になるということなんですけれども今の大沢さんおっしゃった通り劇場版が序章でここ,が、まあ、ここからスタートしてストーリーがさらに進んでいくという海江田の真意も徐々に分かるのかなというところなんですけれども、はい、江口さん周囲の人間ドラマも本作大変 注目のポイントだと思うんですけれどもドラマ版の海江田に関してはこの官房長官、海原として海江田と対峙した江口さんはどんな印象を受けましたか。えー、そうです、ねえー、よりまあドラマの方がより深く、まあ、人物もまあ一人一人を描いていると思うんですけれども、まあ、海江田と、まあ、僕の役はどちらかというとあのその事件に振り回される。 国家側というか、まあ、国民側代表みたいな立ち位置かなと思ってやらせてもらいましたけども、えーまあ、ご覧のとおり、まあ、大阪君がやられてるとちょっと鬼人のようなねちょっと何を考えてるかわからないような存在がこう陸地に上がってくるわけですよ。でまああのー、どういうふうにこの世界の人が見るかすごく楽しみですけども、うん、なんかそのこれどういった人間なんだっていうこっち側も。 国ももちろん背負ってるんですけどどんな人物なんだっていうような感じでやらせてすごい緊張感のある撮影をやったのは覚えてますけどもなんか一官房長官という役をやらせてもらいましたけども、まあ、実際にそういった男が現れたりあるテロリズムみたいな考え方をした時にいやかなり怖いこれはどういうふうに自分で。 どちらに自分の意思を見せるのかっていうのは非常に難しいところだなとまあでも楓がそのやった独立国っていうことに同盟を組むということの意思みたいなものはまあある日本が今までしょってきたものと何かそこで意思を出すっていう姿勢はすごく僕は好きだったんですけどもでもそう意思を見せたら あるその東京湾の中で、もしかしたら戦争の一つが始まるかもしれないという恐怖心と、えー、非常にあの妙によっては日本人としてはすごく奥深いものだと思うんですけれども、これが本当に世界各国で言われることがすごく楽しみですね。どういった反響が来るのか、はい、楽しみにしています。はい、あの加影田の周りの人物や組織がどう翻弄され。 どう立ち回っていくのかというのが本当に見どころなんですけれどもそんな海江田の右腕を演じられた山中役の中村さんは、はい、いかがでしたか海江田の印象というと今作では。はい海江田艦長はあのやっぱり多くを語らずこうミステリアスな人物でこう、まあ、言葉では表現することのできないカリスマ性というのがあって大和の乗組員たちは、えー、その背中を見て、えー とももに任務を遂行しているんですけどもあのドラマ版ではより海江田の人間らしさが会を追うごとに一瞬一瞬ですけど見えてきて後輩になればなるほどなんかこう一瞬の迷いとかそういうものが見えてよりなんかこう海江田という人間がこうをもっともっと知りたくなるこういう人だったんだっていうことが映画では分からなかったんですけども。 ドラマででを大ごとに分かっていくのでそこがすごく見どころかなと思いますしあの陸に上がった楓さんを僕たちは知らなかったのでこうやって政治ブロックの人たちと向き合って楓の真の狙いとか思いみたいなものをこう向き合って話してるシーンとかはすごくこう出ているんですけども一視聴者としてこうドキドキしながら見させてもらいました。 というわけですが、小沢さん、あの、先ほどから皆さんおっしゃっている、だんだんと、こう、海江田という人物が。わかるのか、わからないのかというところにも、ハラハラするんですが。今作、このドラマシリーズでは、どんなお気持ちで演じられてたんですか。そうですね、まあ、最終的に、わからないのかもしれないんですけど。ただ、本当に、さっき、あの。まあ、江口も言ってたんですけど。僕というよりも、僕は、こう、あるテ、テロリズムというか、一つの問題定義を。 世界にしてそれに対してこう出てる人たちマスコミの人政治の人そして国民たちがこうどうしてどう判断してどう選択していくかみたいなもののその成長物語だったりするので僕はただその淡々と自分のミッションを一個一個クリアしていくっていうことに実は終始していたんでね。 改めて僕はドラマ版を見させていただいてその周りの人たちの,その戸惑いとか悩みとか決断とかそこにやっぱり僕はすごく心震えてあのほとんど僕は水中にいましたんでねあの地上の人たちの姿を見た時に本当にすごくこう自分で作品参加しながらも本当にこう今まで見たことのない力強いえなんかこう大人らしいえすごい作品になったなっていうのは逆に 枝をやりながらも逆の方ですごく感銘を受けちゃったというかそのの皆さんの姿であの劇場版の時は本当に、館内の中を数歩しか、ね、歩かないという話をされてい今回は、はもううちょっと歩きますすよねそうですねそで、まあ、見ていただくと分かるんですけど地上にあの上がらせていただいているんで、まああので頼まれていなくても行ったり来たり行ったり来たりしてましたけど、まあ、結局、また最後座らせられるんですけども。 あのまあ、帰るとこもやりたかったんですけどそこはなんかあんまりカットだったみたいで <laughs> 見ていただいて楽しんでいただければと思いますけど。 今皆さんお話いただいた通おり、まあ、本作、まあ、このドラマシリーズでは劇場版では描ききれなかったポイントとしましてドラマシリーズだからこそ描けるその人間ドラマのの濃厚さとといいうのはあると思います、えー、本作のキャラクター海江田を中心にそれぞれが自分の信念に従って行動してそこからさまざまなドラマが生まれていくということなんですがここからはあのキャストの皆様にどのキャラクターの人間ドラマどのキャラクターの、まあ、例えば 挙げられる範囲でシーンに心を動かされたかを伺っていきたいと思いますが、大沢さんは今ちょっとお話しいただきました。けれども、具体的にもし挙げられるとしたらどういった人物シーンでしょうか？そうですね。やっぱりあのまあ、み皆さん見る前なんで具体的にはあれなんですけど、やっぱりそのその政治。まあ、僕らは勝手に政治ブロックって言うんですけど、政治パートの部分っていうのはの僕は台本しか読んでいなかったんですね。でもちろん。その。 台本とは想像つかないほどすごくこう切迫して緊迫してもうドキドキハラハラするような局面が本当に多くてあのさらにこの今の,この日本の政治とかこういう感じで進んでるのかなってこう思わせてくれてそこにすごく僕は感銘を受けて皆さんが出演していただいた皆さんが台本とか役以上に多分皆さん日本に思う思いとかその次世代に思う 思い,とかいろんなものがこ,うこもって演じられてるんだなというのでそこに僕はすごく感動してしまってあのそういうものもすごくこう世界の人にねまあもしかしたら海外の人から見たらそういう日本の政治の描き方は不自然に見えるかもしれないけどでもそれが我々にとってはリアルなんであまり忖度せずにそのタブーと言われることも触れてセリフにも残してやらせていただいたんでそういう意味ではこれが我々ですっていうふうに堂々と言える。 作品にしてもらったのは政治パートそしてその上と下演じるそのマスコミブロックメディアも実際こうこのマスコミの皆さん前に言うのもなんだけど書けないことやいろんなこう調整をしながら書かれている中でそこにこう意義を意を感じてこう自分の道を歩んでいくその姿もその我々日本人だとすごく分かるというかそれぞれいろんな忖度もあるだろうし狭い国なんでね そこをこう踏み出す姿が僕らにはすごくこう励みになるし勇気を持って見れるんだけど逆にそれは外国の人はどう思うのかなというのもすごくこう考えさせられたので僕は本当に政治ブロックと,とマスコミのブロックというのは本当に見させていただいてあの正直素直素に感動しましまたね日々ニュースを見ているその延長にあるかのような生々しさが本当にあったなと思うんですが上戸さんは人物ですとかシーンを挙げるとしたら そうですね、あの映画化にもなったあの前半といいますかはやっぱり海江田が何を考えているかわからない何をしたいのかもわからないちょっと謎の人物に見えてこ血が通っていない感じにも見えるんですけどドラマは全8話を通してあの後半にこうどんどん描かれていく深町との関係が私はすごく好きで。 はい、あのクライマックスはすごく泣けましたそこにぐっとくる方もいるかと思いますけれどもありがとうございます笹野さんにも伺いたいと思いますが、はい、心を動かされたキャラクターは、えー、やはり海江田さんですかね海江田さんあと海原さんにのなんかあの緊張感が随分といろんな発想を 産んでくれましただからいろんな方にお助けいただいたんでございますが海江田さんが初めて陸上に上がって私とこう会談しようという日,日まで、えー、実はプロデューサーに名前を連ねられてらっ,しゃるのにらっしゃるのに俳優としては全然ご挨拶も何もなかったのでございます。 不安に思っておりましたんですが初めて「海江田に会う今日」っていう撮影の日いつ挨拶したらいいだろう俳優として挨拶するべきだと思うと思って次の作品につながるかもしれないみたいな邪神満々で待っておりましたのですがなかなかいらっしゃらないあ向こうをザッ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 とリハーサルのために歩いてらっしゃった時ドキ時キ々ドキ,ドキ,ドキドー と思った時イメージ通りの貝枝でかあもう普段も貝枝だと思ってこの人と階段をしなきゃいけないのかと思って目が離せませんでしたどうしようと思ってドキ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 ,キした <laughs> あの日の緊張感がね未だに目に焼きついてますさっそうと。 かなりの距離を歩いていらっしゃったんですが。あれはちょっとしびれましたね。あと30年前に書かれた先生が書かれたって言うんですけど。なんか写し鏡のように現代とそれほど変わらないということ。私はあの政治家の初くれとしていささか責任を感じております。皆さんの前でお詫びしたい。30年前とちょっとも変わっちゃいないじゃないか。 思い知らされまして素晴らしいなあと思いましたあと東京湾海鮮を皆さん世界中の皆さんがご覧になってどうか東京湾観光スポットができますように世界中の人が東京湾を見物に来るという、えー、観光名所が一つできたのではないか できればいいなと思ってますけど、はい、どうでしょう、はい、聖地巡礼スポットとしてそれぐらい、ねはい、総理大臣としてそう、えー、あってほしいなと,<あ>と今日は役のままご登場いただいて、えー、<laughs> ありがとうございます一つ東京湾という中、えー、名所ができて、えー、そのために今からもう東京湾グッズを今から作った方がいいんじゃないかと <laughs> お土産用にね、はい、<laughs> 本当にどんどん <laughs> 笹野さんが内閣総理大臣としての発言をされるので <laughs> はいありがとうございます、はい、それぐらい、ぐっと世界でも注目が高まる作品であるとれん。はい、僕あい挨拶をあのしなかったわけではなくて挨拶まず大先輩なんで行かなきゃいけなかったんですけどちょっとこう入り口でここで待ってろっていう話になっていや挨拶行きたいんだけどとりあえずリハーサルやりますんでということで挨拶する前にリハーサルが始まっちゃったんですよ。 でそれも芝居終わった後、本日はよろしくお願いしますって話になって逆転してしまったんでそこは僕すごく無礼をしてしまってサザンさんには申し訳ないことしてしまっいえいえそんなあのご無礼とかそんなこと全然ないんですけど多分これは周りのスタッフもそれを測ったなと思ったんですよ多分そういう段取りにしてくれたんだろうと思って緊張感がそのまま撮影に挑んだんですけどうわあれはスタッフに感謝しております私あの ものすごい緊張感でしたよ。ねえ、あのえエグスさんね、すごかったですよね。すごかったですね。あのいやあのいいシーンだったと思いますね。非常に。まああの本当にあのスタッフもこれだけの規模のあの撮影ですからね、相当なもう下準備と、えー、その日が来るまでで僕たちはもう撮影日に最後にまあそこに来るわけですから、相当の莫大な時間とエネルギーを 感じながらやらせてもらったんですごくやりやすくやらせてもらいましたけどもあと本当にアメリカの方々の俳優陣たちの温度の高さというんですかその,このカットバックが非常にあの良かったというかあのなんか日本,人日本で作るとどうしてもその部分が「ん?」っていうちょっとこう温度が違うなとかちょっといろいろ思う部分もすごくあるんですけども。 まあ今回、日本でまあ一応制作してそこがなんかすごくクリアしてたからまあ海外の人が見たときにより分かりやすく見れるんじゃないかなと思いますけどねそうです、ね、大沢さん、そこやはやりこだわったポイントですかいやもう僕というよりも本当に制作スタッフが本当にそこはこだわっていてもう本当にこの海外の役の人はもうそのアメリカやオーストラリアいろんなところでオーディションしてそれでもうプロデューサーあのチームみんなアマゾンのチームみんなでそれでちゃんとビザをあれして不法入国ではないですよ。 ちゃんと読んととでやるとでそれもこれまで見ていた時にどうしてもこう日本の作品で外国の人が出てくるとなんかこう六本木で見たことあるなみたいなよくバラエティで見たことあるな人が出てくるのがすごく嫌でしてねそれだけは避けなきゃいけないっていうことでそこは満場一致でもう本物のまあ戦ってる役者さんを本国から呼ぼうということであの呼んできていただいて。 あのその日本の文化の中でやっていただいたのでやりにくかったとは思うんですけどもあのすごくそういう意味ではみんなが同じ温度というかプロフェッショナルな意識でやれたなというのはすごく逆にこの作品の一つの見せ場かなとも思いますけど本当に作品の強度を高めてくださったキャストの方々だったと思いますありがとうございます夏川さんにもあのご自身がぐっと心を動かされたキャラクターについて伺いたいんですがいかがでしょうか、はい。あの 温涙尽くしていると思いますが、やっぱり加えださんなんですね。あの今笹野さんがおっしゃったみたいに、あの私たちが加えださんと会うシーンがあるんですけど、そのシーンで大沢さんが入ってらっしもう加えださんの衣装で入ってらっしゃった時に鳥肌が立ったんですね。あのもう歩いてこっちにいらっしゃるだけで。 なんか迫ってくるなんか気,気の高さっていうんですかねあのゾッとするこの人の得体の知れなさというか何を考えて何を発言して何を要求してくるのかっていうのがこう待ってるだけでも怖いなんかとてつもないことを言われるんじゃないかっていうセリフで分かってはいてもなんかゾッとするものがあって大沢さんっていうふうにはもう 感じなかったですね。もう海江田さんがやってくるっていう感じがして。ちょっとそういう感覚で撮影をすることが。ちょっと久しく、だからびっくりしました。あの本当に緊張感があって。すごくいいシーンになったんじゃないかと思います。ありがとうございます。海江田の名前も続いておりますけれども、前原さんはいかがでしょう。そうですね。あの人物でいうと、本当に多分皆さんのシーンが素晴らしくて。 本当あの2日に分けて44ま話話で見ようと思ったんですけど1日でも朝5時まで8話まで見切っちゃってでなんかそれでいうとキャラクターももちろんなんですけどあの戦闘シーンの表現とかあの映像表現が本当にこうテンションが上がるというか,かチープじゃないがゆえに多分ちゃんとこの作品をこう進めていってくれているのがすごい素晴らしくて僕はだからその映像チームの働きプロフェッショナルさにすごい心を動かされました。 あと、オープニングかっこよくないですか。はい、なんか、いいドラマって、やっぱオープニングかっこいいよなって、なんかすごい <laughs> 思っちゃって。それがなんかすごい、今回沈黙の艦隊で、あ、かっこいいオープニングだと思って、テンションも上がりました。はい。そこはぐっとまず引き込まれますよね。わかります。はい。さあ、皆さんにドラマシリーズの見どころについて伺ってきたんですけれども。見どころ満載の、もうここでは語りきれない作品なんですが。大沢さん、あの、本作を。 今世界に届ける本作たくさんの国や地域でご覧いただけるというこの意味については改めてどんなふうにお考えでしょうかそうです、ね、あの今ごめんなネットの時代になったんであの一つの作品がどこまででも世界中にこう届くようになってそういう意味ではよりこう我々日本人として誠実に作品に向かい合わないとなかなか世界ではこう認められない時代に入って きたと思うんですねその中でこの30年前にあるその「沈黙の艦隊」という原作を川口先生から頂い,いて我々はその思いを含めて世界に何が発信できるのかということで準備を始めてそれが今ようやくこの形になってそれがまあ良くないことなんですけど世界中がそのまるで沈黙の艦隊の時代の時よりもさらに悪くなっているかのように世界中がこう不穏な空気の中でこの世界配信 ということに明日なったことで逆にその自分でももうコントロールできないようないろいろエネルギーの中に巻き込まれてるなというふうに自分が思っていてそういう意味ではすごく我々全員こう何も後悔なくて本当にやりきってんと曖昧な表現もせず直接的にやり CG も本当にできる限り最高のものをもちろんそのネットなんでこういう携帯でも見れるし。 パソコン画面でも見れるんですけどもう劇場で流しても全く問題ないほどのクオリティでやってますのでそういうのもこ,うこれほどの戦闘とかっていうのもそこまでまだ世界でたくさんのものでネットの世界ではトライしてないと思うんでそういうものを含めてすべてが挑戦だと思うのですごくこう楽しみに明日幕が開けるのを楽しみにしておりますけどありがとさまざまなお話を伺ってきたんですがここからは少し思考を変えましてトークを進めてまいりたいと思います。 本作をご覧いただくとさまざまな組織その中にいる個性的な、まあ、個性豊かなリーダーたちその中心に話が広がっていくわけなんですが新生活を目の前に理想の上司像というのが、まあ、このぐらいの時期になるとだんだんと話題に上がってきますけれどもそこでキャストの皆さんに、えー、大和館長海江田立浪館長深町そして 官房長官うなばらこの三人のキャラクターの中から部下として働くならこの人がいいなという方を選んでいただいて札を上げていただきたいと思いますでは、えー、皆さんの後ろにテーブルの上にですね札があります一度マイクを置いていただきまして選んでいただければと思います海江田深町うなばらですさあお選びいただきましたらちょっとお待ちください 一斉に上げていただきますので、はい。そう、三枚持ちの方もいらっしゃいますね。はい。選んでいただいてお決まりでしょうか。佐々ノさん大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。それでは皆様一斉に札をお上げください。どうぞ。お、ちょっとそのまま見せていただいて、順番に伺ってまいりましょうか。えー、では。 上戸ささんんは,は深町ですだってやっぱ一番人間らしいというか安心しますよね部下としてはやっぱ海江田さんは何考えてるかわからないので部下としてはきっとドキドキしちゃうし深町さんはやっぱりあのチームをすごく大事にされる方で ちゃんとチームをこう愛した上でトップに立たれてリーダーになっているので、あのまあ結果がこう誰に力があるとかそういうのをまず一回なしにして人間味あふれる愛情あふれるのが深町さんかなっていう感じです。はい。部下目線で見たときに、はい。もうあくまでもその視点ですよね。はい。はい。深町を選んでいただきましたが、一方中村さんは、うん、はい。加、え、藤、ー。 選びましたあのそうですねやっぱりこうもちろん多くを語らずにあれこれ自分のしたこと合ってるのかな間違ってるのかなって不安になっちゃうんですけどやっぱつかず離れずの関係がなんかちょっと自由でいいかなみたいな,なんかやっぱり熱い上司なんか入社12年目はそういう熱い上司に憧れるんですけどやっぱ結局そういう上司じゃないなっていうことに34年目ぐらいに気づいて。 やっぱ自由にやらせてくれる <laughs> やっぱその熱さを押し付けられてもってなんかこう働いてると思っちゃいそうなんで<笑><笑>なんかあのしばらく会社にいると長い間会社にいるとこう程よい距離感でこっちのことも好きにやらせてくれてでたまに、やっぱり楓さんみたいにこうお前の仕事ぶりはなんこうって褒められたりするとより嬉しいんじゃないかなと思って楓さんを。 はい、そうですね。でもあのまあでもある意味こう何言われるかわからない時代でなんかこう誘われないのも誘わないのも平和なのかなっていう気がして。<laughs> <laughs> すごいですね。江口さんがリアルだなっておっしゃってます、ね。<laughs> <laughs> <laughs> ありがとうございます。前原さんは深町。あ本当にすいません、加藤さん。ちょっと <laughs> まず、ね、裏切りは裏切り行為、ね、違うんです。違うんです。迷ったんです。 でも、あのだからあの葵さんが海江田ってあげたのを見ては最悪っていうかなんか <laughs> 間違ったなぁと思いつつ <laughs> まあでもあのすごい好きなシーンがあって深町さんの6話だったかな速水副長と2人で話すすごい素敵なシーンがあってそれを聞いた時にうわもう上司でいてくれたらなぁっていうあの溝口としては海江田さんです前原としてはあの深町さんなんで。はい。です。<laughs> ありがとうございます皆さんそれぞれ説得力がありますね。<laughs> はい、さあ、笹野さんは、はい、今、部下になるなら上司は海原,海原さんですね、やっぱりこの人はあの、あんまりお金にも人脈にも興味のないし、で生まれのいい人なんですよね、この人についていれば、またあの政治の世界で食っていけるだろうっていう感じはしますね, <laughs> すね <laughs> 次期総理大臣ですから、もうあのそのうち総理大臣になる人ですから。 ええ、この人についていれば絶対クイ、ええ、パグレがないという。その言葉の裏側にいろんなものが見えますね。見えますでしょ。はい。<laughs> <laughs> これ, <laughs> これそれ割とさっぱりしてるからね。こういう人はねそういう大臣になった方がいいと思うんですよね。野<ー>原さんね。そしてその周りでねまた何かポジションをっていうこともあり得るわけですもんね。あ見抜かれました。そういう動画。はい、なんか文科省あたりでよろしいり。 <laughs> <laughs> ありがとうございますうなばらというお答えでしたけれども夏川さんは同じくうなばらですね、はい、なぜでしょうか、マイクをお持ちいただきましてあのですね、えっと、大臣たちでこう揉める、結局揉め、揉めるシーンもあるんですけど外務大臣、今日はいらっしゃってないけど外務大臣がいたりいろんな大臣がいるんですけどなんやかんや言うと結局、 まとめてくださるあのすごくいい方向にあ結局それが一番みんなの落としどころがいいというかこうまとめてくれるなんか結局まとまらないとしょうがないところを、うん、いいとこでまとめてくれるそういう人の部下でいたいと思いました。対、ね、対外国に対してとかねその 全方向に対して見なきゃいけないときにまとめてくれる、うん、<っ>て,てれる大きいですよね。ということで海原という「うなばら」とご回答いただきましたが、うん、大沢さんは何を、うん、深町をマイクをお待ちいただいてお話伺っていきたいと思いますがなぜでしょうか、まあ、本当にあのさっき上田さ言ったけどやっぱり人間味があふれててあのすごくこう信頼できるっていうところですよね。でまあ、その楓にはまずついていいてかないんですけど ちょっと、海原官房長が迷ったんですけどなんかまあ残業が多そうだなっていう <laughs> ちょっと大変そうだなっての思って一番なんか失敗してもなんかちょっと軽く怒られる深町ぐらいがちょうどいいのかなみたいな思いましたけど海原は残業が多そうだと江口さんでも秘書との関係性良さそうでしたよねそうですよね。 大変でしょうね <laughs> と思いましたけどねやっぱりあの、まあ、まあ人間味があるということですけどもあとまあ最近格闘技も始めてボディーガードもやってくれるかなみたいな。<laughs> はい あの熱い男だなっていう感じのイメージでしたね強さにも期待できるということでありがとうございます皆さんに理想の上司を挙げていただきましたさあお話を伺ってきたんですが回も終盤となりまして、えー、ここでですね、えー、今作沈黙の艦隊原作者川口海次先生よりドラマシリーズの配信を無事に迎えた記念にお手紙を頂戴しておりますので大沢、えー、さんに代読をお願いしたいと思います皆様あの回も後半なのでお立ちいただいて 読みいたただきたいと思いですかえ劇場公開された沈黙の艦隊最大の山場は世界に発信された海江田・ヤマトの独立国家宣言でしたそして完成したこのドラマ版のハイライトはそのヤマトと日本との条約交渉です交渉に向け 大和は東京湾に浮上します各テロリストとして葬ろうとするアメリカ世界の目が東京湾に注がれる中追い込まれたに日本がヤマトと日本国民を守るために選択した政治的決断とは何かヤマトが日本を動かし日本が世界を動かすこのドラマ最大の山場です大沢さんキャストの皆さんそして 政策スタッフの皆さん、東京湾の激戦の大迫力とともに条約交渉の場面をあふれる緊張感とみなぎる現実感で仕上げていただいたこと感謝いたします。ご苦労様でした。川口海事川口海事先生よりお手紙いただきました。ありがとうございます。対局いただきましたが、大沢さん内容をお聞きになって、今ご自身で読まれていかがだったでしょうか？ あのそうですねあのすごくこう最初からあのご挨拶したときからもう本当にこの30年間大切にしている子どもをこう手放すようなずっと話していても寂しい表情をしていたまあ川口先生の表情が今も忘れずにそれが最初の映画版を試写室に見に来ていただいたときもものすごく笑顔で出てきてくれてそしてドラマ版の感想は僕、直接まだお会いしていないんですけども。 こういうお手紙を書いていただいたことを感謝しています。あのお手紙というよりもほとんども宣伝文句みたいになっていまして、もうほとんど我々の映像チームの一員みたいな感じになっていただいて、本当にこの改めて何から何までですね、いつも温かく見守っていただいてすごく先生には感謝しております。ありがとうございます。 さあとということで、えー、あっという間にお時間が来てしまいましてキャストを代表して大沢さん続けてになりますが本作をご覧いただく皆様に向けて最後にメッセージをお願いででできますすしょうううかそねも本当に今日話せることは自分からは話しすべて話せたかなと思ってますしここに今日登壇していたこの他のキャストの皆さんの思いも含めてですね本精に精一杯我々この作品に思いを込めて 作ってまいりました明日から連続ドラマの配信が世界配信が始まります一人でも多くの人に見ていただきたく思っておりますのでまた明日から見ていただき感想などネットでもどのような形でもいただいてまたそれがもし評価が良ければ次の制作になる可能性も大きくなりますしぜひまずはこの序章の映画版から始まった第一章楽しみに見ていただければと思います 本日はどうもありがとうございました。